はい、ビフォーの状態がどんなだったかっていうところと、はい、ここからどんなテクニックを使ってカットしたかっていう流れ、はい、でその使ったテクニックによってどういう効果が出るのかっていうのを教えてください。そうですね、まずビフォアで毛先がちょっと不揃いすぎたりとかバラバラになってるとかあと傷んじゃったりとかしてたので、まあ、そこを毛先の方をカットさせてもらったんですけど、まあ、普段だと結構アウトラインとかはこうぼかしながら切るんですけど、まあ、今回あのモデルさんの要望でちょっとラインを見せたいということで、まあ、多少のブラント気味で切ってみました。まあ、そうすることによってあのやっぱりこうちょっとバラバラしてる髪がきれいに整うっていうような感じで、まあ、そこからローレイヤーを後ろは入れてで顔周りはちょっとハイレイヤー気味に入れるんですけど部分的にトップのこの辺に三角ベースで取ったやつにだけレイヤーを入れる感じ でサイドにこうちょっと流れるような雰囲気にして下の方は本当に毛先にちょっとだけレイヤーを入れるような雰囲気でやってます。であとは、まあ、ドライにしてみて、まあ、結構モデルさんの毛量がめちゃめちゃ多いので、まあ、その毛量をこうチェックしながらでブラントで入れるとやっぱりこの柔らかさとか動きっていうのが出づらいのであのその辺をちょっとこういろいろ毛量調節であの動くような感じにしながらカットさせてもらってます。そうですね、はい。そうしましたら、カラー、ね、はい、カラーも、ビフォーがどんなカラーの状態だったかというところから、どういうふうにしてますか？そうですね、カラーはあのちょっと赤みのあるブラウンで退色しちゃってたので、まあ、それを抑えながら少しなんだろうな、清楚じゃないですけどあのちゃんとする感じで、大体まあ8トン9トンぐらいですかね。7トンまでいかないぐらいの元々のなんかハイライトとかローライトが入ってるんですけど、そこの上にちょっとこう暗めのトーンで足系をかぶすような感じで、こう光にこう透けた時にもちょっと透明感のあるような感じの色味にさせてもらってますね。スタイリングは。まあ、髪がちょっと毛先の方が重めなんですけどやっぱりちょっとこう動かしたいのでアイロンで32ミリで、まあ、大体 J カールぐらいのカールをところどころ作りながらあとはあのスパイラル入れたりとかミックス巻きを入れたりとかあと顔周りはもうほぼほぼあのリバースで巻かせてもらってで仕上げは崩す時にあのエマルジョンとかあとオイルを少し混ぜてちょっとこうなじますような感じでツヤ感が出るような雰囲気に仕上げてありますね。今回のスタイルで狙ったイメージとかこだわったところっていうのはどこですか？そうですね、やっぱりあの、まあ、多分撮影しながらも、まあ、いい女みたいな感じでこう憧れられるような女性像っていうところで、まあ、こんな人と一緒に歩きたいなとかこんな人と働きたいなみたいなそういう感じでちょっと少し大人めな雰囲気のデザインにしてみました。ヘアスタイルを変えたいなって思っている女性に対して何か一言、はい、そうですね、あの今ちょっとやっぱりブームで韓国風なところが来てるとは思うんですけど、まあ、それもちょっともうそろそろ落ち着いてくるんじゃないかなって思ってるので、まあ、その先にじゃあどういう風にしたいのかなってなった時にやっぱりこうキリッとした女性像というかあのなんていうんですかね働いてるなみたいなちゃんとしてるなっていうそういう見え方のデザインとかがもしかしたら来るんじゃないかなと。でもまあそれっていうのは昔で言うと黒髪のボブとか黒髪の綺麗なストレートとかそういうんだったんですけどやっぱり柔らかさというかアイロンワークとか入れて柔らかさを作るっていうことが今の気になってくるんじゃないかなって思ってるのでまあ、そういうふうにしてやったらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。